はい。とりあえず MP5 のメガボックスを引っ張り出してみました。メガボックスこんなん超久しぶり。QD スプリングじゃないメガボックスを開けるのってこれは分解した時以来だからもうだいぶ前だよなって。あ、でも ARP9 一回いじってるか。 ARP9 が最後か。だいぶ前にオーバーホールしたんでもうだいぶかなり忘れてましたけど。で、開けてくんですけど、 QD じゃないメカボックスを開けるときはバネが飛ぶんで、まずこれ、ここに棒ぶっ刺して、ネジ入れを出すの忘れてた。ネジ入れ出さないと。自分の鉄砲だったらいいんですけど、これか預かってる鉄砲なんで、部品なくしたら最悪なんで。ん？あ、これプラスビスじゃない。ん？これへっプラスじゃないな。あれか？あー、持っててよかった。そっかそっか、丸いってプラスじゃないんだ。プラスだったりプラスじゃなかったり、なんか嫌がらせみたいな。もしかこれをこの間組んだ時にネジを間違えた。そんなバカな。例によってまたカメラ越しに作業してるんで、めっちゃ作業がしづらいんですけど。全部取りました。ここからが大事。あ、ピストンは全特化するつもりなんで、ピストン壊れてもいいんですけど。あ、怖えな。こいつを下に押さえながら開ける。そうするとこうなるん で、あとはゆっくりこいつスプリングガイドを戻してあげる。まあ基本はこれでやっとけば、逆に組む時もこれを、まあ今ちょっとあれし、ネジとかこれを刺したままこいつを押さえて組んであげると組みやすいですよ。まあいいや。今回はギア総特化するんで、帽子ラッチ、まあ空いたギアを全部私が
部品取りでもらっちゃうんですけど。いろいろとやらなきゃいけないことがあるんです。段取りが悪いな。ピストンが汚い、すごく汚いピストンが。今回 ZC のピストン使うんだよ。もうこれを加工されてるものを見た段階で何をしようかバレちゃうんですけど、 ZC のピストンにライラックスのピストンヘッド、コンピストンヘッド、とりあえず仮組、一番最初に仮組をしなきゃいけないのは AOE 調整をしなきゃいけないんで、DSG 組むときは基本的にこのベアリングは外した方がいい。特にレトロアームズのピストン使うときは、これ顕著な話で、あれは設計で調整されてるんで、このベアリングが実は意味をなさない。ただのかさ上げにしかならない。しかも重い。必要なものをとりあえずパパッと全部出しちゃって、もうあれです、皆さん分かってると思いますけど、 DSG です。 DSG 入れます。今のところまだ軸系は気にしないで大丈夫なんで、こいつをいつものように AOE 調整をしなきゃいけないんで、一番最初に AOE 調整やります。私は一番最初にやります。 AOE 調整やらないと接着ができないんで、どれだったかな、ゴムワッシャー8×24、また新しいの開けちゃったよ。そう、ゴムワッシャーこれね。まあ、前回もハイサイクル作るの時使いましたけど、跳ねないと自分で切るより楽ですし。何より安い。4個で100円。とりあえず2枚入れてみましょう。経済的に安いっていうのは、どっかでメルカリだったかな。めちゃくちゃな値段で跳ねないと3個セット売ってる人がいるらしいんですけど。これ知ってると馬鹿らしくなりますからね、あんなん買うの。AOE。
英語一応せこんなもん。もうちょっと下げてもいいかな。ここにしたいんだよね。ってことは、あと1枚入れると、多分あと1枚入れるとものすごい多分ものすごい奥行っちゃうから、行っちゃう気がする。これぐらいかな。かなり。かなり後ろ気味ですけど。まず壊れないことを第一に考えて組まなきゃいけないんで、今回は。まあこんな、これくらいいっちゃってもいいかな。もしくは、2枚下げて、1枚5ミリにしてもいいんですよね。もうちょっと細かく調整できるといいんですけど、多分接着するとちょっと浮くんで、こんなもんでもいいかなって。おっと、あ、これ違う、これ別のやつだ。どうしよう。どうつくんだろうな、ごましょう。もしかして品切れですか？10掛け20じゃなくて、12掛け24、12掛け24の5ミリ。あとでちゃんと片付けないといけませんね。穴がでかい。これを1枚減らして、2枚減らしてこいつを1枚入れる。うん、すいません、ちょっと録画を止めました。これでどうだ。これでいい感じじゃな。うん、とりあえずこれで OK そう。じゃあこれで、ピストン AOE 調整周りの仕様は決定。で、次。
今回ちょっとフィッティングをちゃんとやらないと、普段使わないパーツをいっぱい使うんで。で次、ピストン、スプリングガイドか、スプリングガイドを純正から SHS の、まあ、いわゆるベアリング付きのやつに、ここでベアリング抜いちゃってるんで、入るかな？入んなかったらいろいろ怪我が全てとんざなんですけど、あ、ちょっとこれ削んねんダメかな。こっちで試してみましょう。あ、これまずいっすね。入んないっすね。入ってないこともなさそう。思いっきり叩き込めば。うん、あ、いや、入ってる入ってる、大丈夫そうだな。うん、とりあえずスプリングガイドも大丈夫そう。これも大丈夫、 OK。 で次、今日変えるのは軸受け変えるんですよ。今回軸受けを変えるんですけど、私も使ったことない軸受けなんで、今回。軸受け。あったあったあった。うん。いつものみんな大好き、モノタロウ。モノタロウで買ってきた。軸受け。これ。L かなぁ。シールドベアリングらしいんですけど、らしいっていうのは、とある情報筋から聞いた、この丸い純正のサイズに対してちょうどいいぐらいの厚みがあるよってことで、フィッティング、厚みはちょっと、あ、ちょっと厚みをしないとダメかな。気持ち圧入が必要そう。いわゆるドライヤーかなんかで温めると入るよって。もともとでも浮き気味なんだ。これはちゃんと入れなきゃいけないんで、後でねじ込みます。あ、入った、普通に入ったわ。普通に入っちゃいました。シム1枚欲しいな。ちゃんと回るか。本当は DSG やるんだったら、もうちょっと、お、すげえ、適当に突っ込んだだけなのに、そこそこ回る、ちゃんと。リスクを考えるんだったら、あれだよね、メカボごと本当は交換するのがベストなんですけど。最悪メカボ割れた時は考えます。その時はその時。軸受けのフィッティングも OK ってとこですかね。